In Japanese society, there are many issues the modern healthcare system faces that demand addressing, such as ensuring quality of care to the elderly, reducing burden on medical personnel, and managing rising healthcare costs. Our goal is to introduce a program called Innovative AI Hospital System, which establishes an advanced medical practice treatment system implementing AI and IoT to help solve these healthcare issues.Would you like to know how these innovations can make your next visit to the hospital a more satisfying experience? Let me take you to the front line and show you how.医療の進化、すなわちテクノロジーとサイエンスの急速な進化は、一方で記憶しなければならない情報量を驚異的な量に増やしていると言われています。医療現場においては電子カルテへの入力に時間を取られ、患者さんや家族への説明にも多大な時間が割かれています。知識技術を習得する時間、記録や説明する時間と引き換えに、患者と視線を合わす思いやりを持つ心を最優先にするとした医療の原点を二の次にせざるを得ない環境で、医療従事者の犠牲の上に成り立っていると言っても過言ではないと思います。人工知能が医療分野にもたらす最大の恩恵は時間という贈り物、時間というゆとりが生まれることが医療に必要な人と人との触れ合いを取り戻すことにつながると、このように信じて私どもは取り組んでおります。私どものプロジェクトでは大きく2つの研究開発を進めております。一つはインフォームドコンセント支援システムです。このシステムでは、インフォームドコンセントにおいて医師の時間が割かれている部分をアバターが代替することによって、患者さんの理解度、満足度を高めるとともに、医療従事者の負荷を軽減するということを目的にしております。これをドクターのアバター化ということで考えております。2つ目は、先ほどもございましたが、カルテの入力の負荷を減らすということで、音声入力システムによるカルテ生成でございます。このことによって、医師が患者さんの目を見て診療できる環境の整備ということと、医療従事者のサポートということを最小限に抑えるということを実現してまいりたいと、このように考えております。現在取り組んでおりますシステムの内容について、もう少し詳しくお話ししたいと思います。まず、インフォームドコンセントについてでございます。これは実際の主治医の先生のですね、顔写真を撮らせていただいて、自動的にその主治医のアバターが患者さんにご説明すると、このようなシステムを今考えております。そして、音声からカルテのシステムでございますが、これは診療において患者さんがまずは主訴から原病歴等と会話で確認した内容を音声を文章に起こして整理をして相互化するというようなことでつなげてまいりたいと、このように考えております。現在取り組んでおります研究の最終形の見込みでございます。まず、インフォームドコンセントにおいてはですね、主治医の写真を撮ったものがアバターとなって、まずは患者さんにご説明する、ご理解しづらい部分は画面をタップしていただいて、そこを実際のご説明では補足するということをやるとともにですね、そのやり取りをされた時のですね、目の動き等々のところを画像で撮らせていただいて、非常に不安がっていたんではないか、分かりづらかったんではないかということを、今度は AI 的にもですね、見て差し上げて、そのことを主治医の先生にお伝えするというところまで、いけたらいいなと、このようで考えております。で、 AI の、 カルテの自動入力のところでございますが、相互化をして電子カルテに記載するといったところまで現在やろうと思ってますが、この内容からですね、さらに鑑別診断の補助までできないだろうかと、現在そのように展望を持っております。相互化されてきますとですね、この病名もしくは対処すべき内容についての広報文というものが蓄積されたデータによって、機械学習によって示すことができると考えております。最終形としましては、音声入力からカルテの生成、そして
判別診断の補助になるようなご提示といったところまで、なんとか研究の最終形としては持っていきたいと、このように考えております。